皆さん、こんにちは。今天我们一起来学习新经典日本语基础教程第一册第十课《料理》。在本课中，我们要学习如何描述动作的状态、动作发生的先后顺序等表达方式。本课的讲解共分为四个小单元，其中的语法要点分布如下。有些小单元可能包含多个知识要点，请注意认真听讲。每一个小单元的最后附有小练习，来测试大家的掌握程度。怎么样？准备好了吗？それでは始めましょう。在第九课，我们学习过动词的忒形。在今天的第一个小单元中，我们要学习动词连用型忒います的三个用法。先来看一段视频。大家看，佐藤さん在询问李桑的去处后，在欧桑作答时，就用到了这个句型。我们在之前的课程里学习了动词的ます型食べます和动词过去形式食べました的句型。今天我们来学习食べています的用法。该句型前接持续动词，用于表示某个动作或状态正在进行，通常会和今忒います一起使用，表示现在正在做某事。忒います的否定形式是忒いません。では一緒に例文を読みましょう。下面请屏幕前的同学跟我一起读例句。陽さんは何をしていますか？陽さんは何をしていますか？陽さんは絵を描いています。陽さんは絵を描いています。鈴木さんはどこですか？鈴木さんはどこですか？図書館です。図書館です。鈴木さんは今図書館で本を読んでいます。鈴木さんは今図書館で本を読んでいます。彼は勉強していますか？彼は勉強していますか？いいえ、テレビを見ています。いいえ、テレビを見ています。接下来我们一起来学习忒います的第二个用法。视频中佐藤さん和欧さん的对话中都有用到了这个句型。这里的忒います和我们学习的第一个用法表示动作正在进行时无关。这里的忒います前接瞬间动词，用于表示状态的持续或结果。李桑的母亲来到了大连，可以用我们之前学过的动词过去形式ました来表达。大连へ来ました。现在一直住在大连，可以用忒います来表达。大连に住んでいます。该句型
前接瞬间动词，用于表示动作结束后的结果或状态。动词来ています前面还用到了格助词に，表示人或物体的附着点或动作的归着点。大家再看视频中，サトウさん在向オウさん询问是否知道车站前面开了一家新餐厅，以及タナカさん在作答时都用到了这个句型。这里的ています同样也表示状态的持续或结果。这里需要注意的是知っていますか，它的肯定形式是はい、知っています。按照这个形式来看，它的否定形式应该是いいえ、知っていません。但是知っていますか的否定形式是いいえ、知りません。知ります这个动词的否定形式是个特例，请大家着重记一下。では、一緒に例文を読みましょう。下面、请屏幕前的同学跟我一起读例句。今、どこに住んでいますか？今、どこに住んでいますか？大連に住んでいます。大連に住んでいます。木下さんの電話番号を知っていますか？木下さんの電話番号を知っていますか？いいえ、知りません。いいえ、知りません。鈴木さんは結婚していますか？鈴木さんは結婚していますか？はい、結婚しています。はい、結婚しています。接下来、我们来学习ています的第三个用法。视频中、サトウさん在询问オウさん、经常在哪里吃饭时、就用到了这个句型。以及、オウさん在回答、经常在食堂吃饭时、也用到了ています的这个句型。这里的ています表示动作的反复或习惯。それでは、私と一緒に例文を読みましょう。下面、请屏幕前的同学跟我一起读例句。毎日、公園でジョギングをしていますか？毎日、公園でジョギングをしていますか？はい、毎日公園でジョギングをしています。はい、毎日公園でジョギングをしています。毎週試験を受けていますね。毎週試験を受けていますね。はい、とても大変です。はい、とても大変です。週末はよくスクールバスで市内へ行っています。週末はよくスクールバスで市内へ行っています。皆さん、わかりましたか？接下来、请屏幕前的各位同学跟我一起做练习。请大家根据实际情况回答问题，参考答案会在问题结束5秒之后自动提示。准备好了吗？では、練習しましょう。今、水を飲んでいますか？今、どこに住んでいますか？週末は
いつも何をしていますか？